僕はまた心を失った。痛い。全身の皮膚が焼けるようだ。このまま灰になるのだろうか。つまり心が欲しいの？じゃあこの物語は聞いたことあるかな。あるおもちゃの兵士がいた。彼の願いは踊り子の人形とずっと一緒にいること。でも兵士には心がない。なぜこんな感情を抱くのかわからなかった。やがて持ち主が兵士に興味をなくすと炉にくべてしまう。兵士は炎の中から人形を見つめ続けた。翌日その燃えかすから小さな心が見つかった。けどそれは心の形をした灰だ。本物じゃない。でももしかしたら灰の中から心が生まれたのかも。こうもあっさり死んで僕との約束を破るなんて滑稽だな。灰の中には何も残っていないじゃないか。僕もあの炎で燃えてなくなればよかったんだ。いや、この世に生まれ落ちて来なければ。この世に生まれ落ちてこなければ、それが君の願いか。